韓国の皆さん、こんにちは。ある痛みを抱えて海辺の町に越してきた三島紀子を演じました杉咲花です。紀子を助けようと奔走する岡田安吾役の志尊淳です。映画52Hz のクジラたち、ぜひ劇場でご覧ください。彼らの思いは誰にも届かない。それはまるで 52Hz でなくクジラの声のように。三島さん、新しい人生を生きてみようよ。生きたい。僕はきなこの幸せを祈ってる。行かせてよ、あんたの声を。私が守るから。 52Hz のクジラたち。